皆さんこんにちは、フィットネスメイトヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。今回はたった3分でめっちゃ痩せるヒートをお作りしました。このヒートはトレーニング中に痩せるだけでなく、トレーニングが終わった後にも脂肪が燃焼し続けるアフターバーンという効果もあります。それだけでなく、ミトコンドリアが増えることによってエネルギーがめちゃめちゃ増えてめちゃめちゃ元気になりますっていう効果もあるので、ぜひ最後まで挑戦してみてください。ということで早速ヒートやっていきましょうか。今回のヒートは20秒トレーニング10秒休憩のバーピーだけで6回3分のヒートとなってます。結構きついんですが、ぜひ最後までやって達成感感じ取ってください。腕立て伏せができない方は腕立て伏せなしでも OK ですので、腕立て伏せのところを省いちゃっても大丈夫です。さあやっていきましょう。頭から足まで一直線、一発目から全力でやっていきましょうか。体幹しっかりと固定しながら、できるだけ早く軽やかにやっていきましょうね。足首とか硬くなっちゃうと結構痛くなっちゃうので、できるだけ柔らかくでも体幹はしっかり固定したままやっていきましょう。よっしゃ、じゃあ次のトレーニングに向けて4秒間全力で休憩してください。さあ準備はいいですか。バーピーもう一回やっていきましょう。頭から足まで一直線をキープのままですよ。そのままできるだけ本気でやっていきましょう。この1回1回の努力で脂肪が燃えまくります。この後トレーニング終わりも寝てる間も脂肪が燃えてくれるので、今全力で頑張っていきましょうね。残り3秒間全力でやっていきましょう。いい感じ、ナイス。10秒間休憩しています。フィットネスメイトではこのような形でトレンドが実況付きで投稿してますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ行きましょう。3発目、さあやりましょうね。成長は常に今しかないんですよ。今頑張った分だけ将来成長につながっていきます。将来めちゃめちゃ成長したなと感じるためには、今全力でやっていきましょうね。今の一発一発にかけていきましょう。今を全力でやれば確実に未来は成長してます。ナイス。10秒間休憩していきます。食事管理は体作りによってめちゃめちゃ大切なので、そのやり方は全て概要欄にまとめてますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。4発目、いきましょうか。もう半分過ぎてますんで、こっからギア上げていきましょうか。絶対に諦めない。諦めたらそこで試合終了ですからね。成長していきましょう。全力で戦って自分に勝っていきましょう。周りなんかマジで関係ないっす。勝つのは常に昨日の自分。1ミリでも成長。ナイス。10秒間休憩していきます。さあこっからですね、だいぶ心拍数上がってきたと思います。筋肉が喜んでる証拠です。もっと喜ばせましょう。さあバーピー5発目。さあ1発目と変わらないように、できるだけ1発目と同じように、1セット目と同じようにバーピーをやっていきましょう。諦めない、絶対に諦めない。自分ならできる。さあやっていきましょう。絶対にできるんですよ。やりきってやりましょう。 OK。 10秒間休憩します。ラスト1セットです。すみません、大事なことところで噛んだ。関係ない、いきましょうか。ラスト1発、全力見せてください。あなたの全力を見せてください。まだまだいけるはずですよ。自分で限界を作ったらそこでおしまいですから、限界突破見せてください。いい感じじゃないですか。残り6秒間そのいい感じキープしていきましょう。2秒前、1秒前。 OK。 ナイス、お疲れ様でした。めちゃめちゃいいトレーニングができたんじゃないでしょうか。自分自身に大きな拍手、そしてナイスとも褒めまくってあげてください。褒めまくってあげてください。本当にお疲れ様です。フィットネスメイトではこのような形でトレンド動画実況付きで投稿してますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよかったらよろしくお願いいたします。ゲームチャンネル、お話チャンネルがあります。概要欄に貼ってますので、よかったらそちらも暇つぶしに見てみてください。インスタグラム、ツイッターのアカウントも概要欄に貼ってます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。